11月1日発売のマルピファースト写真集丸ごと初めて見てみたいと思います。やっときました。すごいね、やっぱ大きいですね伝わるかな、私の顔と比較したらこれくらいです伝わってください。中はゲットしてくれた方だけのお楽しみなので、ここでは見せないんですけど、私が先行してちょっと楽しんじゃいたいと思います。すごいね、写真集がついに来ました。おお、すごい、同じぐらいだわ。うん同じぐらいのサイズ。いや、いいですよね、このね、海の最初の方にある海のショットは、実は無人島みたいなところで撮ったんですけど、そこに行くまでの船が結構揺れて危ないなって思った記憶とか、ご鮮明に蘇ってきますね。あー、好きなんだよな、このブルーの衣装も。いいね。やだ、バックショットまであるよ。すごい、なんかこの写真すごいね、海に立ってるみたい。あー、めっちゃいい、なんか感慨深い写真集見てるとは思えない表情をしてる気がします。これいいんだよな、このタイファイトのところ。結構私は筋肉質なので、なんかこう、あ、すごい、腹筋の線入ってる、いい感じ。こうやってサンドバッグを蹴ってる写真の腹筋にご注目です。いい感じだ。あー、これもめっちゃ高かったんだね、標高すごい高いところにあって。うわー、いいわー見てほしいですね、早く。この3分の1ぐらいのところ、まず3分の1か、すごいな、大ボリュームじゃないか。あー、めちゃめちゃ素で笑ってるんだけどやばいな。うん、なんか基本笑ってる写真がやっぱり私って多いんですけど、この写真集ではこうちょっとアンニュイな表情だったりとか、本当にいつもの私からは想像できないようなその表情がたくさん見れちゃうんじゃないかなと思います。あ、このグラスこうやってる、グラスこうやってる写真いいですね。よかった、歯並び良くて両親に感謝しようあ、この寝起きのショット的なやつね、めっちゃこれ好きですね、このアップヘアのやつ。うん、この見開きやば。今回の写真すごい見開きが多いような気がします。だから結構等身大サイズのマルピ見れちゃいますね。あら、あらのセクシー、すごい、なんか元気なの、ちょっと大人っぽいのがこう高低差がすごいですこの一冊の中でも。あー、いい、すごい全部思い出せますね、ロケ地の一つ一つ。あ、大変だったな、ここまで行くの。みんな汗だくになりながら、なんか本当になんかヒアリみたいのがいて、ちょっとそこ気をつけてねみたいなのがあったんですけど、気をつけられないなって思いながら自然怖いなみたいな。あ、夕日のねショットも本当に、これ多分編集とかで入れた夕日じゃないので本当に綺麗で、人生で一番綺麗な夕日というか夕焼けだったような気がします。うん、ペイントもすごいしな、楽しかったね。うお、等身大より大きい私ある私より大きいやつがあります、顔のサイズ。すごい、リアルで見るより近くで楽しめますよ、この写真すごい。ピンクの、ね、ピンクのお風呂もすごい可愛かったしな。今回の10月30日発売の漫画でも表紙で使っていただいた衣装のやつもいっぱいこちらで見れちゃいます。かわいい、やっぱりこの水着、うん、ラップ、かわいい、お花のやつも好きだったんだよな。あ、私の一番お気に入りのこの表紙のカレーシャツ的なところですね。あ、いい、やだ、すごいですね、大ボリューム。まず当たり前だったんですけど、大きいなっていうすごいなんかずっしりくるし、まあ私はこの塔の本人なので、撮った時のロケの思い出とかがすごい蘇って、なんか感慨深い一冊になりました。初ファースト写真集がこの丸ごとで良かったなって本当に思います。なんかちょっと素すぎて恥ずかしいところであります、なんかリアルな丸ピすぎますねめっちゃ本気で笑ってるやつとかあるし、やっぱり写真集でしかできないような表情だったりとかカットがたくさんあるので、そこを楽しんでいただければ嬉しいなっていうふうに思います。
この衣装ではこの写真が好きとかな感じなんですけど、ちょっと一つに選べないので、二つで選ぶんだとしたら、これはなんて言えばいいのかな、ネイビーのランジェリーで、なんかお家でなんかキッチンとかソファーとかベッドとかでこうなんだろうゴロゴロしてるシーンがあるんですけど、のその衣装の後ろから2ページ目のドアップです。ドアップ、まあちょっとここでやや再現するとこうやってる、こうやってる写真ですね、がめっちゃいいこれは自分だからなんかあんまり褒めるのも変ですけど、この写真だったら可愛いって思えるかもしれないです。やっと自分に自信が持てる一枚になったような気がします。あとはなんといってもやっぱりこの表紙にもなったこの衣装、まあ、自分的にはすごくチャレンジをした衣装で、あまり自分の体とかには自信がないタイプなんですけど、なんかこの衣装でこうナチュラルな魅力というかを出せた衣装になるのかなと思いますし、本当に写真集じゃなかったらチャレンジできないような衣装になっているので、ぜひこの機会に見てほしいなっていうのと、その日すごい晴れてて光も超綺麗に入ったし、なんか朝起きたらこのマルピが横にいたみたいな気持ちになってもらえたらいいな。だからあ、分かった、ベッドの横にこうやって置いておいてもらえれば、朝起きたらこうやって見たら隣にマルピって思ってもらえるんじゃないですか。ちょっとあれかな、可愛すぎますかとか言ってみたりするくらい、まあ、素敵に仕上がったんじゃないかなと思います。一番最後のページ、本当に一番最後のページ結構お気に入りです。やっぱ最後のページにふさわしい一枚になったんじゃないかなと思います。すごいなんか当たり前なんですけどめっちゃ目合ってる感じするそして帯ついてた帯ですね、裏にはなんと撮影衣装プレゼント、なんと写真集の中でマルピが着用した衣装3点を直筆サイン入りでプレゼントしちゃいますとそのまま読みましたが、今ちょうどそのサインをし終わったところなんですが、実際に着た衣装が皆さんの手元に届いてしまうというなんとも素敵な気がなので、ぜひぜひ写真集をゲットしてくださった方は、これね買ったらついてくる応募券になりますので、ぜひゲットして、ゲットしたよっていうのを報告しに、それ着用して会いに来てください私の中でも思い出の衣装になりますし、なんか私も欲しかったなって思ったので、私も自分で買ってちょっと応募しようかなと思います。皆さん負けないからな、応募よろしくお願いします。ありがとうございました。